ヤワタ八ヤワタは、京都府の南部に位置する、人口約7万人の市である。市名は、市内に鎮座する、日本三大八幡宮の一社、岩清水、八幡宮に由来する。皇室や武家から庶民まで幅広い信仰を集めていた、岩清水、八幡宮の鳥居前町として発達した。木津川と宇治川、桂川の3つの河川が合流する付近に、 立地しており、川を挟んだ向こう岸にある山崎との間にかけた山崎橋が何度も流されたことから、私船で往来する時代が長く続いた。そうした水害の生じやすい低湿地が広がっていたことから、旧市街地は自然堤防と呼ばれる周辺よりやや高くなった場所に立地していた。京都盆地の南山に位置する。鳩が峰。 男山三景の竹林は美しく、平安時代の作品、竹取物語のモデルは、八幡市もしくは、京都府長岡京市のどちらかであると言われている。また、発明家、トーマス・エジソンが世界で、初めて白熱電球を発明した際、電球のフィラメントに、八幡市の竹を使用したことでも有名。市内には、エジソン記念碑とエジソン通りが存在し、 同志のアメリカ合衆国の故郷とは、姉妹都市である。1970年代以降、京阪電気鉄道、京阪クズの廃棄、大阪府平方市に近い男山、橋本地区で、京阪や日本住宅公団、現都市再生機構などが、クズは、ローズタウンや男山団地などの大規模な住宅を、 作りしたことから、大阪市方面のベッドタウンとして人口が短期間で約2倍に増加した。この人口増により1977年、昭和52年11月1日に市政を施行したが、その後は1990年代をピークとして人口がやや減少している。現在は、平方市、京都市、大阪市など市外への通勤、通学者が多く、都市雇用圏としては、 大阪都市圏に含まれる。三の山、近名大地区において、ニュータウン、京阪東ローズタウンの宅地開発が進み、国道1号、第二京阪道路、京地バイパス、新名神高速道路が通る、船井屈指の交通の要所であることから、商業地が増加している。八幡市にはいくつかの飛び地があり、それらは、 京都市伏見区と瀬郡久美山町との境や、京田辺市と大阪府平方市との境に置かれている。北東、伏見区、久美山町側の飛び地は、1868年、慶応4年に木津川の流浪付け替え工事が行われた際、大大地として、旧稼働が提供されたことに起因する。氏名の読みは、八幡である。日本全国に八万厚く市は4市あるが、 本市と同じ読み方をする事例は他に、愛媛県八幡浜市がある。木津川を挟んで、久世郡久美山町、ラ賀峠を越えて、大阪府平方市に接しており、市の中央を国道1号が南北に貫いている。国道1号と直行するような形で、府道や市道が整備されており、京田辺市と繋がっている。市の西側には淀川が流れ、対岸に、 京都府お特に郡大山崎町、大阪府三島郡島本町、大阪府高槻市を調望できる。市の北端の川北、自然運動公園内に、木津川、宇治川、桂川の三河合流地点があり、近くを通る国道478号で、大山崎町とつながっている。鉄道駅は3駅ある、京阪本線の八幡市駅、橋本駅及び、 工作線の男山山城駅。このうち、八幡市駅には、急行、準急、普通が、橋本駅には、準急、普通がそれぞれ停車する。工作線は主に、市内随一の名所である岩清水、八幡宮への3系客が利用する。路線バス号は、京阪バスが、京阪本線の葛ずの葉駅と八幡市駅を軸に、多数の系統を設けている。 男山を取り巻くように住宅地や田園が広がり、特に男山西側の地域は男山団地と呼ばれる人口集積地である。また、京阪東ローズタウンが美濃山近明大地区で開発されている。しかし、こともあり、1980年代より約20年間にわたり7万5000人台でほぼ横ばいとなっていた人口は減少傾向にある。 京都府大阪府2010年平成22年国勢調査より前回調査からの人口増減を見ると0.01%減の74,246人であり増減率は負荷26市町村中6位36行政区域中10位人口密度は高く負荷では向こう市長岡京市に次に26市町村中3位 産業の規模は人口に比して小さい。米や野菜などの生産が中心であるが、タケノコや梨などの生産も盛んである。ただし、大阪市や京都市に近いことから、宅地開発が進んで農地が減少することも多い。工業は、主として国道1号線沿いに立地している。金属加工などが代表的である。また立地を活かし、倉庫、物流拠点としての利用もある。 歴史的に、ヤワタの門前町の北街道及び河川交通の要衝として栄えたことから、老舗の和菓子屋が多く、ヤワタ走り餅、志番州ういろ、源氏巻などの名物がある。ホームセンター武蔵、泉谷、港南、コストコ、島村、山田電機、ケーズ電機など、チェーン展開を行う大、中規模店舗の出店が目立つ。このうち、 山田電機は、同社の全国進出の足がかりとして、関西第一号店、テックランド、京都八幡店を、コストコ、コストコ京都八幡倉庫店は、関西での2店舗目をそれぞれあたり市内に開店していい。市内に立地する、協定場外発売場、ボートピア京都山田は2007年、平成19年に開業したもので、京都府内では、 初の協定場外発売場となった。設置者は地域への進出理由として近隣の人口規模や道路交通の利便性を挙げている。周波を行う郵便局は市内に山城八幡郵便局が所在しているほか一部地域を久美山郵便局が担当している。市内の郵便番号、上小家田は以下の通り2005年 平成17年に、校区の見直し及び、学校を統廃合することが決定した。市内に本拠を持つ、大学、短期大学を含む和内が、大阪工業大学の八幡工学実験場がある。また、雪南大学平方キャンパス、大阪府平方市の敷地の一部が、当市にまたがる。市域内は、ほとんどの路線を、京阪バスが運行している。基本的に、 京田辺営業所と本市に所在する男山営業所が担当している。他にも京都京阪バスの本社と八幡営業所があるが、市内の路線は南東部の一部及びコミュニティバスの一路線、コミュニティバス、八幡のみである。地域によっては、路線が市内に所在する駅へ向かわず、平方市の葛ズノ駅、京田辺市の松井山手駅、京田辺駅、 新田辺駅へしか向かわない。全法律寺や法園寺など新職が創建した寺院が多い地区である。平成14年に流れ橋交流プラザ、敷色鳥館が完成。食事所や宿泊施設などの複合施設。平成29年春に展望大総合施設、桜で会い、館が完成。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。